石部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期辞典二214部首では112番目に置かれる。石字は岩石を意味する。説問開示によると、崖を表す漢の下に岩石の象形である口がある形とされる。和訓の石はもっぱら小さい岩石を指すが、石字は型の代償を限定しない。また引き伸ばして、石刻、医療用の石針や石薬。 戦争用の石粒で、石製楽器などを意味する。また助数詞として使われ、容量の単位としては、国に通じて10頭を表し、重さの単位としては、単に通じて120斤を表す。なお助数詞として使われる時の発音は韓国では、そのまま石の字音が適用されているが、日本では国の字音から国とされ、現代中国では単の字音から単とされる。 変貌の意図としては、岩石、石製品、鉱物などに関することを示す。なお、現代中国語では、元素名はすべて漢字一字となっており、そのうち、常温常圧で個体の非金属元素には、鉱石から派生して、石を構成要素に持ち、石辺に属する漢字が当てられる石。ありがとうございます。